皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。ドラゴンクエストタクト、ちょっとね気づいてなかったんですけど、10回限定超豪華2周年記念スペシャルスカウトを発見してしまいました。これなんかすごい本当に豪華で、普段大当たり確率 4% が多いドラクエのガチャなんですけど、 S ランクが当たる確率がね、これに関しては10連目、40連目、70連目に S ランクが確定していて、さらに100連目に S ランクが3体確定っていう、なんかものすごく豪華なガチャを発見しました。こんな感じでね。はい。で、プラスアルファでアイテム20連目、30連目、50連目、60連目、80連目。アイテムもこれすごい豪華ですし、90連目のね、1万ゴールドはあんまり、なぜここで1万ゴールドっていう感じはしますけど、はい。まあ、でもとにかく豪華なガチャがあったので、ちょっとやっていきたいと思います。はい。提供割合はいつもと同じく 4%。普通に当てる確率は 4% になっています。で、S ランクのこの提供割合なんですけど、結構ね、いいモンスターが多いんですよ。ダイヤモンドスライム欲しいのはね。あと、まあ、キラーマシン3持ってないですし、あとこの辺魔王系がたくさん当たるのと、あとこっち英雄系が、まあ、たくさん当たると。少年テリーなんかもね、入ってるので、まあ、この辺が当たったらいいなと思います。はい、ということで、まあ、10回限定、100連限定なので、これ100連一気に回していきたいと思います。じゃあ最初の10連いきます。ここは1体確定してます。はい。はい、S ランクいった確定と。できればね、魔王系、英雄系の、まあ、強いところが出てほしいかなと。あと、ダイヤモンドスライムかな、個人的に。はい、ベースいっぱいで、スライムを見ると。いきます。これ、レインボーかな？金だ。できれば2個以上あると、ないね。ないね。まあまあまあ、確定分の1つだけかな、と思います。はい、泥人形。エンジェルスライム。この辺パッパいきます。ただ、金のところは逆転エースが出たらもう虹が確定なので、S ランク確定なので、逆転エースないね、全然ね。あ、ダメか。はい。次かな？しびれクラゲ。はい。まず1体目。何が出る？はい。マリベルね。マリベルね。まあまあまあって感じです。はい。でも、3度目の覚醒ランクアップと。いう形になりました。じゃあ20連目いきます。ここは自力勝負です。だ自力勝負の時に1個でも出てくれるとすっごいありがたいんですけど。はい。このアイテムね、すごい貴重なんですよ。お、ベースいっぱい。でもあれがいない。どうだろう。いきます。タクトがね、金以上だったら熱いかなと。青以外ね。青以外いいっつってんのに。青出ちゃったよ。どうだろう。あ、ないない。はい、ここはもうパッパいきます。毒矢頭巾。金。あー、逆転しない。はい、レビルアーマー。リケー。ミイラ男。ああ、逆転したけど、A だね。ゴールデンパペット。はい、まあ逆転してないかな。次金かな？あ、金出たのかも。はい、ということで、20連目は A ランクが2体という形でした。じゃあ30連目いきます。ここもね、自力勝負なので、だってこれ30連連続でね、ここ出ないと、自力が出てないってことになっちゃうので、そろそろ出てもいいんじゃないかな、自力の S ランク。
どう？お、またベスいっぱい。そろそろ来んじゃない？行きます。タクト、青以上ね。青はダメよ。青ダメ。青ダメって言ってるの。青以上じゃないしね。しかも金以上だったよね、今ね。全部銀のプレートじゃん。嘘だよ。嘘だよ、これ。じゃあ、だって A ランク以上、A ランク 16% ぐらいなかったかな。これすら当たらないって。じゃあなぜベスいっぱい出たって話になるよね。スライム4体でよかったのにっていうね、話になってきますけど。あ、逆転したけど A だね。はい、デビルアーマー。そっかな、逆転1個ぐらいは来るんだろうなと思ったけど、 A ランクで終わっちゃいました。もうないかな。はい、じゃあ40連目、ここは1体確定してるので、まあ2体以上出ればラッキーかなという感じですけど、やばい、確定分しか出ないよ。ガチャ運悪すぎじゃない？さあ来て、またベスいっぱいね。今度は金とかレインボーでしょ、確定してるし。また青、また青ね。はい、確定分だけでしょう。シードラゴンズ。あー、ちょっと待ってよ。あー、ダメ、逆転しない。キラートーチ、ガーゴイル、ここ逆転する？しない。デビルアーマー多いな、さっきから。エンゼルスライムと、ドッキヤズキン。はい、ラスト、いいの来て、いいの来て、せめていいやつ。はい。あー、ウルノーガって強かったっけ。ランキングには入ってなかったよね、多分ね。まあまあ、でも持ってなかったので、とりあえず良かったです。はい。ということで、ただね、40連して確定分しか出てないっていう。ね。じゃあ50連目いきます。ここは自力だよね。自力だ。はい。やばいやばい、なんか全然出ないよ。自力が全然出ない。また別に、あ、いるいる、スライム。これ熱い。これタクト金以上出て、まあ、出るんじゃないかなと思うんですけど、いきます。青はやめて、青やめて。ロッケーレインボー。どっかに、ないっていうね。ないっていう。違う違う、どっかこれ多分逆転すると思います。これだ。いきなり来た。はい。あ、ガナサダイ持ってなかったので、よかったです。暗黒皇帝、ガナサダイ。ねえ。あ、まあまあいいんじゃないでしょうか。もう一体ぐらいね、来てくれるといいんだけど。もう一体来てくんないかな。ほら、タクトレインボーのやつ持ってるし。ここ来ない。ウィングデビルだ。さあ、ここで逆転して、この池の色がレインボーになると、もう S ランクになってくれるんですけど、もしくは金の時に逆転 S が出てくれれば、もう確定と。ブラッドマミー。なんか気持ち悪いね、これね。終わりかな。はい、ということでようやく自力で1体引くことができましたね。1体引くとね、こっから引くよ。 パカパカパカって引いてくよ。パカパカパカって引いてくよね。はい、いきます。60連目、ここは自力勝負です。ここ当てて次のね、確定ガチャに持ってきたいところなんですけど、ベス減っちゃったね。ベス減っちゃったよ、これ。いきます。これなくないからね、これでも。ほら来た、ほら、レインボー。ほら来てる来てるね。あのレインボーがなかったら最悪の結果でしたけど。どこだろう、5、6体目。少年テリー欲しいな。あと魔剣士キサロ、
なんかいいの来て。はい。お、来た。少年テリー。拍手。ね。これ欲しかったんですよ。やっと来た。はい、これはもう育てて一軍メンバーに入れようと思います。よかったー、やってよかった。これもうなんかもう出なくてもいいぐらい、確定分以外ね。はい、ということで少年テリーを弾くことができました。じゃあ次いきます。次だから確定かな、70連目ね。お、ずっと後半連チャンして出てますよ。運気が上がってきたかな。はい、ベース4体で青なんだ。はい、まあこれは確定分だけでしょう、きっとね。ここの演出が厚かったら2体とか出る可能性もあんのかなと思うんですけど。はい、あ、ランクアップした。ちょっとどんどんいっちゃいます。はい、次の次かな。はい、シリオの騎士、じゃあいきます。なんかいいの来て、いいの来て。はい、あー、エルギオスかー。まあ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 ね。なんか今回持ってないのが結構たくさん出てくれてます。はい、じゃあ80連目いきます。80連目だよね多分ね。はい、80連目。本当にこれ豪華なスカウトガチャのような気がしてきました。ベース4体いこう。タクトの色、青以外、青以外、青だよ、青だよ。金のプレートが2枚と。エンジェルスライムね、まあこれは厳しいかなと思うんですけど、 4% だからね。今んとこ自力で引いたのが2体かな。でも内容はすごく良かったっていう。ストーンスライム、あ、ストーンゴーレムか。はい、悪魔の騎士。ここで終わり。ここが逆転がないと。エルミラージュ来たね。はい、じゃあ90連目いきます。自力勝負のラストと。ここ引きたいな、できれば。引けるなら引きたい。いきます。これダークドレアもいたかな、いたから欲しいんだよな。ベース4体いきます。はい、タクトが金、なくはないよ、なくはないよ。レインボーがないよね、ないよ。はい、そう簡単じゃないよね。金3枚あると1個ぐらい逆転あるんじゃないかなっていう。ただここまで逆転ないし、これ期待していいんじゃない。これ、はい、逆転しない。ゲンダー、はいはい、ここ、はい、逆転しない。ボーンナイトね。はい、でラストが金かな。はい、一個も逆転しないね。腐らないと。はい、ということで、じゃ次ラスト100連目いきます。3体確定と。豪華だね。できれば4体出たらかっこいいじゃない。ね、いきます。だ、この3体の中身だよね、問題はね。何が出てくれるのか。少年テリーが、ダブってもいいし、ベース4体なんだ。3体も確定してるのに。はい、タクトがレインボー。青なの？青なの？あ、寄ってきた、ほら、寄ってきた。青なのに。はい。どっから来る？この辺？まだか、まだか。
はい、ミニゲームでしょ。はい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 。ヒラリーさんと。ちょっと待って、待って、まだか、まだか、こっちくらいかな。いきます。はい、まず1体目。何来る。はい、あ、ラプソン来た。韓国神ラプソン。これもね、結構強いんですよ。あ、これはいい。これは嬉しいっす。はい、マージマタンゴ。はい。2個目。はい。デスタムはね。はい、これはまあまあまあ。まあ、OK なんですけど、あんまり強くないかなと。まあ、今後の、ね、あれによってまた強くなる可能性はあるんですけど。はい、3体目いきます。はい。あー、指導。一時期ちょっと強くなったんだけどね。はい、じゃあ、ラスト。なんかいいやつ来て、いいやつ来て。最後、閉まらないっていうね、グラコス。はい、という形で、ただ10年目、じゃあ100年目か。100年目は4体引くことができました。これは今回結構豪華なスカウトガチャだったんじゃないかなと思います。じゃあまた次回面白そうなスカウト見つけたら動画の方にしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、山チャンネルでも見よう僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。